Mm-hmm. 川柳ジャリスケが金から来たよ。遠距離です。どうもオリジナル月曜日ジャリスケです。はいキャンでーす。さっきもいるよー。<laughs> ああいやー。ねね、どうしたの？どういうこと？ どうういこと別によかったよ追求早追求早どういうことどういうこととりあえずどういう最初はどういうことの時間だから川柳始まって川柳からお話が始まりますからジャリスケが金から来たよ遠距離だとそのままさそのままっすねあ間違った近距離近距離にすればよかったっすね ああそうだなその方うがツッコミその方が近距離じゃないよやただのただの自分の気持ちいっただけだそう移動距離を説明しただけだったああいや間違った近距離だったらちょっと上手な感じしますけどねあら惜しい惜しい まああまた次回あったらあのこれを近距離にしたバージョンいますいやいやダメだそうだねそれはそれでまあまあジャリスケはそうだねどこに行っても近距離近距離であでもそれはいいなんかキャッチフレーズ感じですかね見つかりましたねはいというわけで今日はベンビーさんがお仕事でお休みということでジャリスケにピンチヒッターで出ていただきましてこの三人で今日一時間お送りしていこうかなと思っておりますはいセンターじゃないですかこれユーストリームもああありがとうございますお 行ったらベンビさんがいなくてベンビさんの代わりでジャリスケ来てくれてるのではいもう今ベンビさんの位置に今座ってるという形になりますねそうそうそうあベンビさんいつもこっちなんですねこっちに座ってうんいつもこっちだしちょっといつも小声だしチャットだけマイクの音を決めやってちょっとじゃ声出していきます今日はもう聞きやすい感じ聞きやすい感じでお願いしますはいよろしくお願いしますお願いしますはい明らかにキャノンさんジャリスケがめっちゃ緊張してるんですけどっていうかここまでで二人もう一時間喋ってるでしょそうなんです。 もうしゃけったことないでしょ。 ハキシこの三人でやるのは初めてじゃないですか。まあ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 初めてです。まあでも俺が休んでる時ね、ジャリスケがちょいちょい来てくれてるんですけど、はい。キャンさんがいない状況でのジャリスケだったんで、今はキャンさんがいる状況でのジャリスケだから引き出しは多分いっぱいありますよ。ああ今までにない。ないやつ。キャンさん用の引き出しを出せ。いやそんな乱雑に。強盗じゃないですか多分。開けてビトレザ。ちょっとキャンさんもうちょっと優しく引き出しを下の引き出しから開けてけ。 なんで分かるか上から開けたら下が開けた時に下の引き出しの中が見にくいからいや本当のただの本当の引き出しの泥棒のあのまぶしなんで泥棒の気持ち分かるんか確かにそうっすよねそう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 いいんですよそういうのは今日は3人でそういう科学的な反応を出していきましょうよ科学反応を学しないきましょうお前適になったらちょっと話がおかしくなるから科学的な反応っつったらなんか酸素を発生させる

俺手裏校の留大と思ってた家も全然違うんですよ雲泥の差ありますよ全然違うなやばいですよ偏差値の差やばいっすよ沖大の子はえ大学行ってると隠すんじゃないのあれいやいやいや大学生って言うからできる留大ぐらいかな沖大に誇り持ってますからこっちはあそうなのはいあそうなんだなんていい草だ沖大に入りましたよ僕は沖大でやって今卒業して沖大は試験あるのありますよありますあります 名前書いいいいたらじゃなや違ますカシュソレンジ中本もな入ってるぐらいだからな中本さんも沖大沖大はですねキャンさん人間性をすごく重視する大学でそういうことか面接だけで大学に入れる試験があるんですよあそうなんだ面接入試っていう一芸入試っていうか書類をすごい用意してで出して面接だけっていう。へ アドミッションオフィス入試という AO 入試ってよくあ入試ね人間性が良ければ入れる大学ってのがあってもいいんじゃないでしょうかこの世の中にでもジャイリスケと仲本は確かに人間性はとてもとっつきやすいですしいい人だしこれで入りました僕は AO 入試って言い方悪いんですけどすげえバカでも性格良かったら入れるみたいな感じです人柄が良かったら。 まああと学校高校をあんまり休んでないとかその勉強できてなくても内申点が出席を見る時刻が少ないとか出席見る鼻で笑って俺らは違ったけど俺らはちゃんと主験受けて入った時にお前なんか面接受けてたんかみたいなよみるさんは年間回出席みたいな冬も半袖で投稿してるみたいなあれでしょ君たちあれでしょある意味 <laughs> <laughs> いやいや違う違う,違う,違う嫌味がすごい嫌味すげえなー違う違う俺の話よく聞いて健康も財産今後はあいいこと言ってる知識だけじゃない <laughs> 年も年なのかすげえ説得力あるから年も年だからまず健康まず健康健康第一ってもうしみてくる年になってきました数年前からもう毎年ひーぷーさんに年明けてから番組でね今年の目標を終わってたらひーぷーさんもいつも健康第一健康第一やっぱそうなんだそう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 なんですそう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 そすねうそ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 う僕らのストロングポイントですから健康今若い っていうのが一番強みですからね。本当に。そうだよな。本当にそうですよ。だって正直寝なくてもまだ元気でいられるから。バンバン仕事に出たりとか。二十代前半はそうですね。夜中起きてトイレ行ったりする？しない。 一回寝たらぐっすりすわ朝まで尿意で起きることまだないっすわ必ず尿意で起きるよ今そうなんですか今起きるよ一回起きちゃうんだ夜中に例えば寝る前にしっこ行ってもあでもお酒飲むからかもしれないお酒飲んだら起きる 起きないか?。あんまり。あんま起きないですね。全然元気で。二日酔いとかはしても、すぐ治っちゃうし。そうか。えもうキャンさん、そうなんですね。今。ちょっと待って、ちょっともう。ちょっとまあ、切ないかもしれない。あのキャンあのキャンさんも。年には。年には。おしっこはね。おしっこは残尿感とか感じちゃうんすか?。残尿感はまだないかな。でも言っても、まだキャンさん四十。今三。 ああもう全然まだまだです若いですね全然だってスポーツとかもめっちゃやりますもんね周りの人みんなみんなが若いから若いはずああなるほど同級生とかデイブだよ同じ四十三歳でもみんなもデブでもみんなデブお医者さんが多いんでしたっけお医者さんがうんそうだね三割四割はお医者さんかなわあ昭和薬科昭和薬科ね昭本当昭和薬科よ本当にさすがのでまた三割四割は ホームインとか。ああ、もう安定。さあ、安定。のあと二割ぐらい残ってるんですけど。うん、それは、まあ、俺みたいなノートか。あはいはい。そうそう、あとはもう、なんかちょっと、いろいろドロップアウトして。な誰誰かわからんノートが。いろいろちょっと、闇のものを持ってる方たちがそうだね。やっぱ安定したら、老けちゃうんですかね。なんか。そんなことない。ないと思いますけどね。生活の仕方ですか。単純に。 刺激はあんまりないんじゃないいつも繰り返しだったら<ー>刺激ないって言ったら失礼かもしれないけど、はい、まあ、うんまあ、ちゃんとする仕事を毎日もう、はい、なんて言うんだろうしっかりやってる人たちはね、うん、どうしても我々なんてなんかよくわからん仕事やったりとか<笑><笑>人前出たらやっぱ拭けないんじゃないそれは、うん それはあるのかな確かにか業界なかった心なしか年より若く見える見いですだよねびっくりする時ありますもんえこんな年なんこんなというか思ってたより何歳も上ですって時もありますもんそうだよねマジで本当に沖縄の方あるある本当にやっぱ人前に出るのは若い秘訣かもしれないですねいやでもキャラクさんは日に日にマジで置いてきてますよだっていやだって 毎週毎週疲れ方違いますもんなんか何が今日ははいなんかすごく眠そう眠いですうっとうっとしてるもんなんか開始前も座る時のテンションデージ低かったっすもんねこの卓宅にはい。よしみたいなこの時間来てしまった感すしゃべりに来たっていうか座りに来たみたいなそう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 そそう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 うそ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 う い椅子根がけてきたんす、ね、そうそうマイクの目の前に来たんじゃなくて <laughs> このマイクの目の前にある椅子に座りに来ただけだからたまたまマイクあったみたいなそうそうそう,そうしかも。うん パッションさんとの時間隔てますもんんね<え>パッションさんとのラジオ終わって今じゃないですか16時からの、ね、あれがパワー使うんだよなパッションさんって考えたらすごいパワーっすもんねすごいっすね,ね、うん、ちょっと横で聞いてたんですけど、うん、相手のパワー吸ってんじゃないかって思うぐらいのそれ元気に書いてるんですか <laughs> 周りのパワー吸って聞いたっけあの医学的に、はい ダジャレを言うじゃん、おじさんが。あ、いますね。はい。ダジャレを言ったら、なんかあれなんて、えっ、ー、と、ダジャレを言うことで。なんか、こう、若々しくなるというか。<え><な>あ、聞いたことあります。それ。わ、うん、かる?。はい、うん。なんか。 活性するんだってへぇーと、はいうことで体が活性するんだってへぇ<ー>でダジャレ言われる人いるじゃない周りに、うん、周りダジャレ言われたらこの活性が落ちるんだって<え>だからダジャレ言う人ってめっちゃ元気さおじさんとかそうですね、はい、なんか活力があるというかそうそうでその会社の周りにいる人ってみんな元気ないさないですね <laughs> そうそうまさにそれパッションさんそうなのかなそうそうそう 他人を犠牲にししてて明るるくっっみたたいななうわめちゃ理解んかだから吸い取るっていうのはでも本当にそういうことなんだと思うでも逆に言ったら自分が元気であればずっと元気でいられるってことですよねギャグいったりとか明るいままで言えばその代わり周りは犠牲にしてしまうけどもってことですよね言い続ける限り自分はこうそうそう上がっていくのではな さんでもそういう芸風だもんねみんななぎ倒していく感じだもんねパワーすごいですもんねで絡むさやっいいや全然全然奥むしろむしろって言ったらちょっと失礼なんですけど前回出させていただいた時に「あこの人すごい」と思いましたえっ誰っりけゲスト奥が出た月はオリジンから僕あの砂利助とすっとこどっこいであとイサオナゴシブさん FEC とわさびさん吉本からグリーンノートとあと一組ありんん リンクリーさんーンクン出て,て、うん、でなんか僕とのオープニングの絡みでなんかやっぱ童貞卒業しましたみたいなある意味だったんですよ<ー>で,うん、うん、でその時にわ盛り上がった時に、うん、でこのパッションさんがで今日なんか受付俺いたら、うん、なんかあふそって名字のなんか貴婦人が三人ぐらい来たんだけどみたいなそれってなんかジャリスケのやっぱ関係者、うん、みたいなそういうとこ見てるんだ。 そう、あ、なるほど、ね。細かいところまでそこを、舞台で出して、あ、僕のお母さんです、わーってなったので。うん、お母さんの前で童貞話してるみたいな感じの感じ<ー>。はい、そっか、それ、お母さんの前で。うん、カミングアウトを。そういう流れになったので、あ、こういう細かいとこ見て、笑いにつなげれるんだ、うん、すげーって思いましたねまたあいつ、そういうの好きだから。 お母さんこいつこのまやってますね。やってましたね。お母さん男になりましたよ。キモのモノマネ。でもすごいですね。細かいところを見て後で舞台で使うっていうの。でも周り見てるっていうのはやっぱり東京スタイルだよね。東京の芸人ってそうだから。なんかみんながこっち側見てたら反対側探すから裏側探すし細かいところ見てるよね。同じ方向見つはみんなコメント一緒になっちゃうもん。そうそうなるほど。そうじゃないところの飛び込み方。 みたいな感じでね。うん、やっぱそうだな、いろんなところ、ね、周りないだめっすね。はい、これは、ね。じゃあまあとりあえずね。あ、はい、の笑わないとは、まあじゃあ楽しくやってる感じだ。楽しくやってる感じだ。<laughs> <laughs> もうしかったいな本音どうなのかなと思ってどういうことですかいやみんなぶち壊されて終わったりする人もいるからこの自分が持ってるくだりとかおなじみのこととかその時んかきゃんさんが偶然 MC してる時でやっぱうまく抑え込んでたん あがあキャンさんという圧力がパッションさんのふたをいい感じで押さえてかもしれないですねあそれはあるかもしれないなでもなんかこのぶち壊される快感はありますよ自分のくだりをあなるほどあ、私こんなコメントできるんだって思う時ありますしああなるほどんかさっきは相性いいな結構このパッションさんにいじられた時は結構笑いに変えてくれてるというとなんか あるんで、でも、ひどいやられてるなって思う芸人さんいますよ。うんうん、オリゾンザクラの。中曽根さん。うんうん、ああ、中曽根さん、ボケの。かん,、うん、なぜ、私が見た限り、絶対グーで。 胸叩かれてるるようううな気がすそそぶっち壊しにあれって肉体を壊しにかかってますよギャグというかそうなかかながかうまいこと言ったりしたらお前うるさいんだよってパンチをそうパンチを浴びせるっていうのはおなじみであってなんだろうこの空間って思いながらあと新一いは必ずネタの前で MC があるでしょタウシートの絡みがあるでしょそこでなんか まあ例えばじゃあジャリスケとかって今話が出たらああもう新庁郎さんあれだろうなあのネタにジャリスケってワード入れるんだろうな入れ,れるかなーでも入れるんだろうなーでもどっちかなーって言って無理やりやらせる。あ<ー> <laughs> あー怖い。 あそっかそんな手振られたら絶対やらないといけないですねやらないといけないっすねこれはでもしんち一郎さんうまいからまたこう取るんでしょうね笑いをうまく入れてでし一郎パニックって周り何とかしれっつったらまた周りもあ、でも新一郎だったらやれると思うよあの人もすごい角度からぶっちゃぶりしてきますもよ周り楽しみってばみたいなタイプ一緒じゃんそう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 だからまとまりがつかなくなるわけやべえやつとやべえやつ やべやつやべやつやべやつが二人いるから <laughs> すごい何もまとめられないからねマリさんすごいかんなマジで <laughs> マーリーマーリー多分マーリーはもうねはい、はい、あのまんまだろうねぶれないもんねうんそうっすねずっと明るいというかずっと明るいお姉さんでん久しぶりに会った時久しぶり元気だった <laughs> どんな今みたいな感じですからマリさん <laughs> あーもう全然もうおかげさまでって感じあれだから女版オカマだよなあーわかるかもああなるほどうかるかもオカマなんだよねやっぱねテンションとかそうっすね確かに高いっすね高いっすねそうそうそうマーリーさんいいんじゃないですかキャンさん何が愛相性ていうかキャンさんと相性いい相性いいようんじゃあマーリーが来たら俺じゃ俺も付き合ってみるじゃああ、マーリーさんが濃くたらってことですかキャンさんどうするかって全然ありなんですねうん、あ、なんで綺麗だし じゃなんかいやいやいや面白さで結婚しないでください。ここまできたらもうそこに落ち着くしかないな俺が可愛い子連れてきてもちょっと違くねあここまで要はここまで振りで引っ張って引っ張ってこのボケ言うんかいみたいなこんなべたなボケ言うんかいっていうパターンだったら周りがっかりする。 かもしれない、うん、引っ張っといて引っ張っといて普通の人というか普通の綺麗な人と結婚したらやっぱちょっと面白くないかもしれないですねそうだよねうんってなるかもデイジブスとかと結婚しあこ,あこれ面白いこれだこれだこんなに引っ張って俺,俺そこそこいけるんだよなそれ <laughs> 笑いのためにどこまでいくのかってところありますよね。<笑>,笑いのために結婚は <laughs> 結婚は笑いにしないくていいんじゃないですか。<laughs> でも一個は一個はいいと思う。うん、一個は一個は笑いのために何かしても <laughs>、うん、いい。ああそうか。一個はめっちゃ金持ちのお嬢さんとかだったらいや。あでもそれはそれでありか。いや、うん、全然いいと思いますよ。うん なんか嫁の金でなんかいろんなことしてほしいなって思いますし、<laughs> <ー>嫁の金で番組作ってほしい。<laughs> あいいな、大きな芸人の、人の <laughs> そうそうそう、嫁の金でとんでもない企画とかやってほしいですね。その場合は。番組タイトル嫁の金にする。<laughs> <laughs> したら <laughs> そのおかげ絶対面白い。 全然面白い。さあ嫁の金でお送りする番組今回出してくれた嫁の金額五十万。これで本日は何をしましょうみたいな。若手芸人がしょうもないことに使っても面白そうです。そうだね。この五十万も。金持ちの嫁いいっすね。まあ構えしてくださいも。ね探しとこいじゃん。そうそうにも軽くお先にって言われてますから。お先に。 <laughs> ああ明るいな <laughs> その瞬間見てたけど出し <laughs> もしよかったなきょとんとしてたなキャンさん <laughs> では旦っ CM いきまして、まあ、メールなど読みながらこの3人で本日は楽しんでいきたいと思います<お>い一旦 CM ですあはん この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますはいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかお今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復絶当間違いなしえ絶当ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン 助けてーいやー、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てああこの声はちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安く、ビッグワン さあ、やっております <laughs> ゲッツオリジンアワーでございますはい届け物が届いているんですけども届け物お届け物で届け物お届け物,届け物これどなた届け物お届け物小包小包に届いてオあ、すごい郵送されてすっげーガチガチにえ、これどなたからでしたっけメールが来てます来いんですけどすえーっと ノーミーハートさんだったかな先週か先々週オリジナルアワーテてにメールが来てまして「はい、世界一辛い唐辛子を送りましたっちゅうことで <laughs> あこれなんかやばいやつだえー、キャロライネス「世界一辛い唐辛子キャロライネスキャロライネスっていう唐辛子の粉末状のものが来たっていいですか これちょっとやばいやつじゃないです,かですよねキャロライネス世界一辛い唐辛子だって私が小包みあの袋から開けたやつまずちっちゃい小瓶小指ぐらいの小瓶に入ってるんですけどタッパーみたいので密封されてるんですけどこれやばいやつですねやばいですよこれちょっと砂利すけ開けてみて開けて大丈夫です、うんうん、これって素手で触っていいもんなんですか 目とかこれいやこれ目とかやばいたい目はダメですよね。絶対目はダメですよ。前なんかの番組でさあのあれかあのナイトスクープでさ仕事柄こう唐辛子の種を取る仕事してるなんかなんかご飯屋さんではいうんでや唐辛子をこうするのかなでわあって種取るんだけどその後におしっこしたしに行ったら持つからめっちゃ痛くなるっていうのがあったんだけどああ物を持物を持つからでまさにこれだと思う。 これどうしましょう、ね、これちょっと見せて一回一粒とかだったら大丈夫ですかね一粒これ粒なんかこまずお箸とかでいった方がいいのかなこれどんなやって食草。キャ,ーーキャロラインリーパーキャロラインリーパーこれどんなやって食べよう粉状ですけどえっす,すくってなめんの指で,いやこれもでしょ指はちょっと ティッシュに移してからちょっとちょっとでもまずは開けて匂いとか用事とかちょっと舐めてみましょうかまず開けて大開けて大丈夫なのにいかぐのはじゃあすいませんや匂い大丈夫かな匂いまあ今は瓶で完全に閉められてるんで匂いはこぼれてない状態ですねじゃちょっとこのの周り をっキャロライナリーパー世界一辛い唐辛子。世界一。ハバネロの5倍辛いこわハバネロでも結構やばいですよハバネロって相当辛いぞああ、これやばいやつこれやばいやつだよこれあ一応開けたらこんな感じにあはいはいあのー、なんていうんだろう一味みたいなね一味みたいな蓋になってますけど、あのー、ちっちゃい穴が。 わこれじゃあ大城さんに小皿と爪楊枝用意してもらったので小皿に移してからちょっと楊枝でペロッとやってみましょうかその前にまず普通の一味あるんでまずはね一味がどんな分か一味がどんなもんか比べるのは大丈夫よ僕結構辛いの好きな方ではあるんですけどちょっと楽しみな気はしてますね じゃあ一味からねこれ一味一味じゃあいいっすかうん一味はまあ危険性ないんで結構一味をまあまあまあ一味もでも普通に唐辛子で作ってるからねあもう一味も辛いっすねあ一味は一味で辛い一味は一味で辛いっすねうん一味の味は忘れちゃったなうんまあまあもう全然一味は一味で辛いけど激辛ってわけでも多分こんなもんじゃないですよねこれ指で作ったらダメだよねまずさ 一一見て辛いな小皿にどれぐらい降ったまあ23振りぐらいですね2振りぐらいです匂いしますこれこれ匂いもやばいやつでしょ多分これやばい匂いすごいすごいこれ臭いもんなんあ臭い辛臭い辛臭い辛臭い間違って鼻に入れないように粉をああこれヤバい辛臭辛臭 辛さっていうなんか言葉ありますよね。<laughs> 模,様<も>ね模様の泥棒の。<laughs> これ昨日言ったからかな。ヤギ料理屋アの匂いがするんです。で、臭いっすよね。うん。なんか酸っぱい。ああ<ー>。なんか足みたいな匂いする。うん、あ、そうだ。うんします、ね、足みたいな匂いする。そうだそうだ。おしろさんこれマジ辛辛臭い。辛臭い。<laughs> 辛い匂い的にはあんま辛さは感じないですけどね。 辛くさい辛くそい辛くさいちょっとしゃらくせいみたいなのしゃらいこれは一味味一味はそこそこ下に残るぐらいのレベルの辛さえこれはやっぱり芸歴が下のまあ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 私はもうやってるんすねこんなのさっきもうやってきたからギャンさんはその頃もずっと遠くから見てたから今日絶対やらってもらうかいやないやない何言ってんだ忙しいんだよ俺はいいかげなよ ょちゃあ本当にふなんか先っちょで先っちょでこれぐらいで大丈夫ですか少ないか裏でやったら裏の太いところにやったら多分それでもきついと思うけどなえいや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 これこれぐらいだったらいいんじゃないつまよじのもう本当にお尻のお尻のところでちょっとでも本当にちょっとだよちょっと一回行ってみますぺろっとねまあまあまあああえ 集中しますね辛味がああいたでででででみたいな一点一点にってこと一点にはいあ下の今先っちょがめっちゃ焼かれてる感じしますねちょっとさ少ないからちょっともうもうちょっと行っても大丈夫ですかこれ指で行って大丈夫だと思いますえ今指につけつけましたよ指で大丈夫だと思います僕人差し指でじゃちょっとすみませんじゃもうもうちょっともうちょっと減らしましょう あ、すっでも本当に人差し指に今つけたでも辛いでも辛いでもやっぱ辛い普通に辛いっすねはいきます結構あります結構つけたねあ辛っ辛いでも本当に指先ちょっとだよね本当にそんなにあそんなにあがあ、そんなにやばいああこれ指輪ダメ指輪ダメ 指はやめた方がいいいきましょういきましょういきましょうキャンさんもやりますよねえキャンさんもやるでしょ何をこれ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 せっかくみんなで持ってきてやろうって話になってるんだからはいはい先に先にじゃあ水ももらおうだから俺あっキャンさんじゃあじゃあすスケキャンさん用の水も水入れてきますうわうわだってもう臭いもん何回かいでも臭いもん臭いのはもうずっと臭いよ お前何回かかいたらお前おじさんの足の匂いが臭くなくなるってあるか <laughs> 10回中3回目はあれあんま臭くないなってことないですか、うん、大丈夫ですすごいなキャロライナリーパー、はい、カロライナの死神って言われてるらしいですね死神これってどこで食べられてるやつですかインドとかですやっぱりタイとか、えー、でもね、えー、食べられてるというかなんか、あのー、やっぱり辛いのを目指して この商品開発、製品あの何開発？あなるほどなるほど。まあじゃあ本当に普段使うようなスパイス用ではなく、うん、本当にそういう辛さを。もう臭いもん臭いもん。もうジャリスケの置き方がガタガタってなるから、<laughs> そのガタガタでふわっと浮いてきたこの粉が臭いもんもう。<laughs> うん、はいはいはい。食べてみようだ。いやでもジャリスケが。 相当今リアクションしてますからちょっとしか舐めてないけどうん、うん。ただね、わ何がわじィはジェジュスってね。はい、あの、あ、ツイキャスライブ終了なってる。あ、今。はい。開始、はい、しました。うん。あのー、はい。今配信してる？あれ？配信なってる？うん、どうですか皆さん今配信されてますか？お、配信してると思うけどな。あ、うん大丈夫ですね。はい、大丈夫です。豚骨寿さんがキャンさんマジのリアクションゲー見せて見せたってくださいって書いてるから。<laughs> こういうの腹立つね。<laughs> あ<ー>いやいや、そんなの、リアクション芸とか見せる暇ないよ、これは。わ、あ、でも、指でいける?。指で一応、死にはしないですね。あ、じゃ、あ念のため、もう一回。多い、これ、これ多い?。僕、このぐらいでした。これ、よ、ちょっと少なかったかもしれないです。もう、もうちょい減らしましょう。もうちょいです。あ、またライブ終了になったよ。あ, <laughs> あ、今つけ直しました。うん、今つけ直しました。 わあもうあ指指これ多いよね指とこれ多いねあからきますこれ後からこれ多いんじゃないかなでもこれ量的でもあの芸歴的でも多いよねこれね大丈夫多いと多いとうんかな行き過ぎるとこの後喋りに支障が出るかもしれないですもう皆さん喋れなくていいもんいやでもその場合ははい私たち二人が喋れますんであそこのあ勝也さんが奥田の私あ失礼いたしました勝也さんからありがとうございますあやめた ああ、そっか。あっこれ、入りは、そうなんですよ、入りはいけるって一瞬思わされちゃうんすよ。ああ。やっぱり、志村健さんみたいな。笑うタイプで笑うタイプのリアクション。笑うタイプだ。ああ、嘘、嘘。嘘、嘘。あ、こんなキャス、あんま見れない。いや、いや、今さ、ん日ってみたい。キャス、さんしょうみたいな顔になってる。やばああ。あ。

けほかのところも辛くなっちゃうからあ,<の>あでも心なしか口赤いベロ赤いような気がするじゃりすけめっちゃ汗かいてるい<や>えなんか今,そんなに今食堂熱いすもん僕今あの素ちょっとちょろでやっぱやばいんだこれ いや私はもう喋りに徹するので私は遠慮しときます。いや喋れなくなっちゃう。ああ。ああ。どれぐらい？二人は人差し指？人差し指で行きました？ちょっとぐらい。あ人差し指で。先端ちょっとぐらい？まずまあ一応ついてるってのはわかるぐらいは。もうほつパッパッぐらいですね。ああこれ。それぐらいのレベルだよそんなに？ うん向けじゃあちょっとつまようじでこれ。これ食べてる人いないっすよ絶対世の中にうん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 これぐらい多いかなつまようじの先にちょっとつまようじを湿らしてからえ全然多くないうん僕らこれより絶対いってますもんね落とし入れるとかなしですよみんなチームだから残ってるこれぐらいいけるよアホかバカ先っぽなめたやつがまでももう人差し指でちょいちょいぐらいは死にはしてないんで じゃあ分かったちょっと爪楊やじ湿らしてからあの上の部分はもうこれぐらい取るからあじゃあもうはいちょっとい,いけますでもさっき言っても辛いの得意だしな<ー>ちょっとリアクションできなかったら申し訳ないけどめいいのいけます、うん、うあ下で勢いきよったなこれいけると思うでしょ今いけると思ってだま <laughs> されてるんですよねこれがんうんあれうん足りてないんじゃない、うん、足り足りてもう指で指でがいいですよ、うんうんうん あ、れ、大丈夫なのあれ。一見ってないですか？あ、いあ、違う。いた、いた。あれ可愛い。豚れた女の子みたいな。おえ、分かった。一見は分かった。ほらベロベロベロ。痛いもんだってまだまだ痛いっすもん。これベロどっかつけたらどっかも痛くなる。ああああ。あの、唾液めっちゃ出てくるじゃないですか。唾液飲んだら痛いっすよ。唾液が痛い。あ、そういうことか。 いたー <laughs> あと指気をつけてこれが面とか入ったらああそっかそっかやばいよち,ちゃんと終わってから洗ってあうん私喋っとくから二人手洗ってきた方がいいよ、はい、マジで無意識にどっか触ったら水で水二人手洗ってきた方がいいこれ危険だマジでこれ危ないよあほっかこれ。 あっ辛っこれ皆さん大げさだと思ってますけど本当に辛い私行ったら爪楊枝の先にちょっとしか取ってなくてのせてないですけど今行ったこれダメなやつだこれ本当にこに何にかけ,らかけてもマイルドにならないやつだこれあ今お二人は

さんさまだまだおこちゃまねいやこれほんとに辛いやばいこれすごいこれすごいすごいこれ <laughs> これやばいこれほらあやばいっすやばいっすこれ封印してもう終わりこれ世に出さないでこれ一生開けない一生開けない、うん、これダめっすわ あ、ちょっと引いてきた。でも2人より多分量が少なかったからなんか鼻水とかも止まらなくなってきましたね <laughs> 人死ぬなこれほんとにいやほんとにこれ粘膜に触れたらやばいかもしれないですね、うん、この鼻とか、うんうん、辛みって味覚じゃなくて痛みでわかるんでしたっけ、うんうん、って聞いたことありますけどね、うんうん、ってことはほんとに辛さが痛すぎて死ぬってのはありえることですぬ 痛めですよね。あ、そうだ思い出した勝さんは前回十八均カレー送ってくれたんですよ。えっと辛すぎて食べれない黒いカレー。それの日ではない。あ、これごめんでもあんまもう食べれないよ。キャンさん今日はあのゆっくりしてください。私キャンさんになめなめてもらった手前あのなも言えないもう喋ってくださいとか何も言えないもう。いやいけるでしょとかも言えないですね。 ああ、でも引いてきましたちょっと全然はい。あでもなんか内部がもう熱いんで、うん、なんかもううんこしたくないっすね。えちょっとスタッフさん見てますけど、なめなめなんすかちょっとちょっとだけこれ一味でこれがこのキャロラインディーバー一番世界一からあ結構結構<っ>い、そうそうそうちょっと落とした方がいい指先にね。うん ちょっと舐めてね全然いける感じなんですよ全然はいはいはいじゃあはいはいはいうんうん全然あれ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 無敵の人が現れた来ました来ました来ましたね痛いっすよね何これあ来たあー来たこれからまた…やっぱそうなんだやっぱそうだ仲間仲間だ仲間これ 超時間差なんですよね。これ水飲んだほうがいいですよ。水やばいですよ。あの後、絶対手洗ってくださいね。あのいろんな粘膜触らないように。これ大事っすね。これ。これちんちん触ったら、すごい。これ本当に気を付けてください。ちんちんうなちんちん。じゃ本当に。これ。これ気を付けて。はい。これを美味しく、美味しく食べることはまず不可能ですね。本当。砂糖とかじゃないですか。 いいやいや無理か無理だよ無理か何,何に合わせても無理だよ理あのー、正直さはい、うん、うどんとかにかけたら食べられるんじゃないかなって思ってたわけなんか薬味としてねああちょっとだったらそう世界一から言うてもこれ何に合わせても無理だこれジョークグッズって言っても過言じゃないんじゃない無理無理無理これはもう遊びで作ってますよね作っ,作っちゃうかって言って夜中の会議で決めてるよ 今度こういうのやろうぜつ。カレー。これはダメだな。ケーキ食べたい。シチューとか食べたいね。これちょっと我々の下の休憩時間も兼ねてごめんなさい。一旦休休憩の意味もこ込めまして一旦シーム生かしてください。結構休んだんですけど、結構休ませてください。一旦シーム生かしてください。皆様からのメールも待っております。メールアドレスはオリジンアットマーク fm などと終比。

リップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたのかおっ日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z く間違いなし Z っってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ良い品をいつも安くビッグワン いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。ちょっと待てーあこの声はちょっと待てーすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安く、ビッグワンあー安全 分かります。呼吸が痛い。あ<ー> <laughs> あ。あと、奥先、ちょっと、水飲みすぎて、はい、辛いの防ぐために、ちょっとゲップしちゃったんですよ。うん、なんか、ゲップ辛か,かったっ、ね。<laughs> この内部から、辛い息が戻ってきて。あうん、うわ、ビール飲みたい。ね、ビール飲みたいですね。辛さが。はい。はい、なんかね、えー、っとね。 スコビールチっていうのがあってスコビールチ辛さを伝えるのがああ<ー>、はい、レベルってことかでハバネロが10から35万、うん、35万辛さのレベルねで,、うん、でブートジョロキアって辛いのがあ,あれ100万あ<ー>ええー、ジョロキアええー、百万でこれが220万ってええー、で <laughs> ジョロキアの2倍 百2 0万というのは、はい、水で220万倍に薄めないと辛さが消えないっていうから <laughs>、うん、だから1グラム飲んだとしたら、はい、えっとねグラ,ムグラムのこの粉食べたとしたら220リットル飲まないと <laughs> <laughs> 牛でも無理で <laughs> ど,どれぐらい飲めばいいなる一体 さっきから俺らのユーストの絵って水飲んでるばっかり変わり映えしない絵ですね本当に痛いもんだって痛いこれしばらくは辛いでしょうね明日も辛いですかね明日もすがに終わりますかね日中に終わること願うばかりだねこれ私喋りますんでちょっとあんのかないやないでしょあったら怒らんよこれそうすよね人の安全を考えて ないないない絶対自分が経験してたらこれ人に味わそうってならないっすねならない嫌いな人でもなめさせたくないもんこれやばいなでもちょっと代表に舐めさせたいかもしれないっすねいや切れるって普通に怒るって死にに怒ると思うようなしあお笑いのこと分かってるはずの代表でも切れると思う普通にある人でもカレーの好きでしょ あ、好きですよいや、好きだと思いますけどこれ辛党とか関係なくレベルがうん辛いもの好きとかなんか、いきなりいきなりビンタされた時の気持ちになると思う。なんかうんうんなんかこんなの痛いなってなると思うなんだろうなな、やばいっすねなんか舐める前に制約書とか書かせないとダメですね、これでも本当にそういうレベルだと人を舐めさせるときにうんメール前入れましょう <laughs> メールを読んでる間ちょっと甘いもの食べてて <laughs> ああですベンビーさんキャンさんさっきューはいさい神奈川のノ民ミーハートですなりどうも、はい、10月入りましたね、うん、ラジオ業界的には改変期ってやつで、はい、新番組はレギュラー、えー、変更で目新しさが出てくる時期ですが、うん、月曜折り合わはそのままのようですねはい、はい、ただ沖縄では4月に番組が最終回を迎えたり 8月にパーソナリティが交代したりする風変わりの放送局もあるから気をつけた方がいいですよね。うん。うん、もしかしたらサーキーのサズカ離婚卒業だってなくはないですからね。あ,あ、可能性ありますね。<laughs> ええー、括弧大爆笑。<笑>大爆笑ですね。ボケみたいに。まあ、お部屋ヌーガラやミスターターがら TV で突然の終了を経験しているお三人さんは大丈夫でしょうが、うん、<laughs> はいはい。キートパンツのゴムは緩んだまんまにせずに最後まで放送縛りよう。どもども。うん、どうも。 いろんな番組がね、最近確かに。もんあ、なんだったっけえっと青春エンジンとか。あはいはいあそっか。もうちょっと先週終了しました。T.V.B. のえっとえっとカナさんスパイスもう終了しましたし、あとはえアッキーナさんが卒業しましたよね親子ラジオ。あそうなんですか。はいはい親子ラジオ卒業。今回ちょっとあのパーティーであって。 結構長く喋ったわけあそれ初めましてだったからよく喋ってはいはいはい何かやっぱり何かそれもきっかけっていうのはあるかもしれないですねそこにちょっとやってみたいってことであなるほどじゃあそういういろんな思いがあって番組とかもやっぱ変わるかもしれないです水が出月曜リアはアクティブキャンちゃんブスかわいい白間あら疲れてる たかしさん、疲れている人妻、とんこつ臭です。うん、ああ、やっちゃったよ。んん私が余計なことを言って相手が少ししょんぼりしました。うん、あらフォローしたけど、時すでにお寿司。<laughs> しょんぼりした彼女は空元気でまた仕事に向かいました。このうっかり人を傷つける脳をなんとかしたいのですが、お笑い芸人の皆さんはこんな経験ありますか<ん> PS、男優が。 長,長期出張行きましたあおー長期長期1年とか半年とかそんなのかなそんなことはないかそんな感じかな、うん、余計なこと言ってしょんぼりさせたことあるなうん、うん、なんかみんな誰しもが1回ぐらいありそうな気はしますけどねそうだなやっぱ私無駄に明るいところあるんで、うん、初対面の人も行っちゃうんすよ いろいろ話をそこなんか人の心スパイクで入ってるところあるかもしれない本当に <laughs> あ,以上あんまりでもさっきそんな感じしないけどねな何か気をつけてるつもりでありますけど初対面の人にちょっとグッていっちゃう癖はちょっと直さないといけないかなってあそうですか、うん、初対面で。 僕は結構なんか、この絡み方に助かれた、助けられたイメージは。そうですよね。ぐいぐいってって、ぐいくる感じで。うんうん、でも、やっぱり、この初対面でぐいぐいって、二回目に会った時に、距離取られてるなって思う時ありますよ。うん、なんか。あ、さっきがこういう人って分かったから、そんなに話しかけないようにしてるだろうなっていうのは、思い込み、思い込みすぎだと思いますけど。うんうん、なんか思う時はあるな。<laughs> 明るさが原因…距離感って難難ししくないいですね、かなりこっちが正しい距離感で行ってるつもりだけど向こうのパーソナルスペースに結構入ってたりするとかさあなるほど広い人って相当広いですからね難しいですねこれはリップサービスの新屋さんいるじゃないですかはいあの人と仲良くなったとか結構喋るようになったの入って34年目ぐらいですからね 俺未だに喋らんよ。<laughs> あ、逆に。<laughs> もっと、<laughs> もっと遠い人が。全然喋らない。ん <laughs> ええー。で、ね、でも、あのー、お笑いに対するタイプは似てるから、ネタの話は、でも、あ,<ー>あのー、結構止まらない。はい、<laughs> だから、エ江守がいないときに、ネタ見せで、あの、深夜と俺になったとき 結構喋ったと30分ぐらいずっと、えー、<ー>ネタのボケ出しとか、例えばようん、あそういえばこの前、こんなネタがあのこんなの思いついたけどさ、リップっぽいけどさ、とかってそこそこ最後のコンビだったからっていうのもあったけど、はい、そこそこ喋ったってたあ、だからそういう感覚が同じだから、あネタ作りをはまるタイプだなっていう、うあの人もパズルやりださ、止まらない性格だから、ネタのこと考えたらずーっとやってますよね。 最初、<laughs> 最初入りたてのオリジンのビーチパーティー新屋さんいたんですけど、びっくりしました新屋さんのカバンの中、本が三冊入ってましたから、ね、<laughs> <わ>ビーチパーティーに本三冊持ってきてたんですあの人 <laughs> うわー人くー <laughs> 人とどう喋らないように、どう喋らないようにちょっと知念田新一郎感もるなな <laughs> <ー> <laughs> ってなってくると今だいぶ喋ってくれるようになった。いやこれ今じゃ深夜だ。深夜さんです。このポジションは。このポジションは深夜新一郎。新一郎さんですね。吉本誰かね。暗い人吉本。暗い人います？初恋クロマニヨンの翔さん。松田さん。暗いというか話しかけてくる。ニーモとかあでも誰がいる？うんあれ暗い人がいないんじゃないかな。うん。 吉本は吉本いないような本三冊持ってるような人ですよねビーチパーティーにいないなピースまた吉くらいじゃないかああ吉本でそうですねまあでも沖縄にいないもんいないかもしれない基本明るいような気がしますけどそうなこちらはいハイサイつとむです先々週格付つき恒例プレミアムフライデー会社のボーリング大会がありました格付きにボーリングするのでボーリングシューズを買った方が得じゃないかとボーリング 上売り場からシューズをカウンターに持っていったら右投げ、左投げと聞かれ何、うんはい、でと聞いたら左右でシューズの裏のラバーの位置が違うと知りました<ー>僕は左投げなので注文になりますと注文しましたおそ、えー、届くまで遅くて1ヶ月かかるみたいです<う>ボーリングシューズを履いたら変わりますかねベンビーさん持ってますかといただきました。ありがとうございます。 ボーリングハマる人めっちゃハマりますからね,ね楽しいみたいですねハマったら、うん、ボーリングか全然良さわかんないななんか下手な人がわかる悩みと思うんだけどボーリング下手な人ってボーリング上手い人にターゲットにされやすいというか、はいはいうん、なんか自分の知識を出す格好の <laughs>、うん 的というか違う違うこういう風じゃなくてあの真ん中の矢印を狙ってやるんだよみたいな <laughs> あと指一本出したらカーブかかるからさ <laughs> みたいな <laughs> 知らんがなって正直ちょっと <laughs> そこまで一生懸命狙ってないよねそう,そうなんですよ。うそうなんですよ私かららしたら 恥ずかしくないレベルだったらもう満足なんですよ。なんか八十と,とか。しょっちゅうがあといくとかのレベル、はい、もうカーブとか別に覚えたくないんだけど。めっちゃ教えてくる人は絶対人いるんですよん。いますね。ボーリングのなんかこういう投げるのをやったら。はい、それが嫌でちょっとボーリング。行かなくなりがち。うん、カラオケはいいの?。カラオケもさ。歌うまい人っているけど。はい。はい この人相当この歌歌い込んでやってるみたいなのもいるわけでしょはいはい行き継ぎとかの感じカラオケ教えには来ないですよねカラオケ上手い人ってブレスの感じとかは喉のふるわし方とかはその鬱うしさはないですカラオケはただのミーシャ歌うま歌うまい人はめっちゃシャウトすんなとかはやるなけど鬱うしさはないかななんかやれみたいな確かボーリングはありますねあと

昨日は大阪30キロマラソンの現場でした<ー>このマラソンは朝の8時半スタート、うん、そして出勤時間が6時半、うん、なので京都の僕は朝4時に起きて始発電車に乗らなくてはなりません<わ>え慣れているとは言うもののやっぱり早起きはきついですね、うん、皆さんは早起きとか大丈夫ですか、うん、さて明日日からは2泊3日 F1 日本グランプリの運営でとっても施設名が素晴らしい鈴川サーキットに行ってきますそこで去年も一緒に現場で働いたスタッフに LINE を送ったんです、うん、よろしくって、うん、すると返事は来たのですが去年の F1 はいろいろあったし今年も心配になりませんかってだから安心してもら,もらえるよう言ったのですさあきっと大丈夫ってね、うん <laughs> あははは上手上手レーさんいないから代わりにゃあははははあ面白いな美平さんでもびっくりいつも堂々としているのにえ不安あはははあははは不安だけで不安上手さてそれでは本物の鈴酒を楽しんできますそれでは皆さん僕もおきばりーといただきましたはいはい <laughs> あれ息切れしてるな <laughs>。ベビさんすごいことやってたんですね。すごいですね。<laughs> 体力が結構奪われるぞれるれ<そ>これ <laughs>。汗かいた。ジョロキアあ辛いやつのせいなのかこれのせいなのかわからんけどめっちゃ汗かいてきた。<laughs> <laughs> ああ <ー S>。両方かな。暑。辛いの食べたら疲れるな。<あー S 2> なんか体に負担かけてる気がしますね。<うん S 2> でも私結構もう引いてきました。あ俺も引いてきた。<うん S 2> なんかみんな内部に来てないですかまだ。 来なかっいぶ来なかった弱いのかな体じゃん不節制とかじゃねあんたの場合内部今熱いんすよ全然大丈夫ああんかショックキャンさんからチョコレートもらったのもあるかもしれないでもこれは封印しましょう これはもうはい。使うことはないです。今後もしかしたらあのえもりさんリップサービスのえもりさんが欲しいって言ってるので、オリジンのユーチューブ企画で、もしかしたら使うかもしれないです。もしかしたら笑しがみチャンネルであるかもしれない。皆さんぜひわらしがみチャンネルやってますんでキャンサんもぜひあの見てください。お願いします毎日朝五時。朝五時に僕もあれあれ何が一番？動画何が一番？結構出てる結構出てますけど。やっぱボーリーかな。 ああこれ一気だモーリのはいはいドッキリかなああああまあモーリーさんコメントいっぱい言ってましたけど何が一番今日はモリのコメントはい何が一番面白かったですかしかも、しかよ見てねえなこれこれ見てねえな確かにモーリーさんのドッキリもありましたんでよかぜひ皆さん見てみてくださいあの結構いろんな コメント来てるみたいで批判コメントとかいいコメントとかもあるみたいでモーリーさんドッキリやったんですけどそれがすげえドッキリでひどいいみたなだからモーリーもわざわざほら自分で見ても笑ってしまうみたいなこと書いてた。 なんか大きかったんかな、その裏で思ってたわけ。役でね。これはすごいことだ。読み取ったんですね、あっちで。モーリーが自分で書くってことは。そうそうそう。この後見たら、ちょっと面白いかもしれないです。知った上で、ぜひ皆さんに見ていただきたい。それでは、また来週の月曜日。ましょうあ、キャンさん月曜日、来週は。来週。そう。スケジュール確認。この時間がある。取り急ぎ。取り急ぎ。キャンさん、来週のキャンさんは、あの時間があるから。サザエさんはみたいに。ああ。これそう。 おやった！ちょっとでこれそうもおかしいよ。だからよ。レギュラーだし、ああもおかしいし。来るのが一応当たり前なんですよね。そうそうそう。パーセンテージとしてはこれそうパーセンテージなんパーセン。えっとね、島行ってくるんでその帰り帰ってくるといった50だから60で取れるかな。あ、じゃあ皆さんぜひ期待してください。そうですね、来れますよね。来れます来れます。これそうってより。フェリーとか絶対遅れないですからね、フェリーなんてものは。近いし。近いし。そう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 。じゃあ来週も皆さん楽しみにしてください。 おいじゃりつけでした。えキャンプいたよ